おいふう、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロのジョルノだよ。僕の行く手を阻む者には、容赦はしない。うお、いきなり奥安だ。しかし相手はまだレベル1。空間削りを解放する前に仕留める。覚悟しろ、くっそー。無駄奥安は空間削りを解放されるとレクイエムを使う以外基本的に不利なので先に倒しておけたのはかなり大きい。しかし今回はほぼフルマッチ、すでに近くのダービーの資格が全然残っちゃいない。あそこもダメだな、すでに先客がいて取られている。先客はディアボロか、この体力でやり合うのはきついので一旦離れて次の機会を狙おう。よし、ある程度シールドは取れたな。正面方向に誰かいる。逃がすか、無駄だ。キングクリムゾン、やるしかない。このままではチップが足りないので、ここで何としてもディアボロを倒したい。殴り合いでは若干不利ではあるが先手は取っているので、このまま押し切る。覚悟しろ。無駄よし、なんとか撃破。しかし残念ながらチップは2枚か。まあアルティメットは解放できたので贅沢は言えないな。やはりジョルノは終盤までにレクイエムを最低1回は解放しておかないと始まらない。さて、あとはシールドを集めておかないとな。うお、時が飛んだ。しかしまあこちらには関係ないな。たった今、時間が飛んだぞ。ベネツィアの時と同じだ。さて、シールドも集まったし順調だな。19人いたプレイヤーももう残り8人だ。お、あんなところにディアボロがいる。ディアボロはレクイエムを使ってもバニシングで攻撃をしのがれてしまうので簡単には倒せない。なので削れる時に削っておくと後が楽。無駄残りのプレイヤーはみんな大通り方面。ざっと見たところいるのはロハン先生にナランチャにポルナレフ、あとはディアボロが複数ってところか。発見されると厄介だが終盤まで持ち込めば有利に戦える。このまま慎重に動いていこう。次の安全地帯は大通りか。なるべく発見されたくないが、この地形では難しそうだ。ゾッとしたようだな。もらった。無駄キングクリーン、もらった。うわね、実際に起こる真実に到達することは決してない。ディアボロが敗北するわけだ。首もらった。くそ。時を飛ばされてもレクイエムを使えばディアボロを視認することができる。こちらへの攻撃を諦めて引き下がったのもつかの間、ポルナレフの献身飛ばしを食らっておだぶつしてしまった。一緒に巻き込まれたナランチャも倒れてはいないが、ただでは済んでいないだろう。結果的にはこちらはチップをいただいてレベルマックス、おまけにどさくさに紛れてめちゃくちゃいいポジションを取れてしまった。さあ残り人数は5人、決着はすぐにつくだろう。さてこのポジションにいれば下のプレイヤーが攻撃する手段は皆無。ディアボロが複数いるのは厄介だが、この地形ではぶつからざるを得ない。人数が減るまでじっくり待ってきっちり仕掛けさせてもらおう。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。キングクリムゾン、お前はどこへも向かうことはない。決して。何、決める。無駄だ。奴はもうどこへも向かうことはない。残りのプレイヤーが消耗しきったところにレクイエムで一気に畳みかけて勝利。ディアボロのアルティメット発動直後にレクイエムを使うと引き分けに終わるが、なるべく粘ってから使えば効果時間の関係で優位に立てる。ディアボロは自分のアルティメット中に攻撃ができないので、他のプレイヤーから攻撃を受ける危険がなければ粘ってみるのも一つの手だ。ディアボロが最後に残っている場合は殴り合いで優位に立てるよう奇襲を狙ったり、早いうちから削っておくなど準備をしておきたい。それでは次の対戦行ってみよう。僕の行く手を阻む者には容赦はしない。さて今度もプレイヤーが多い。手早くダービーの資格を回収して最低レベル3、できれば4にしておきたい。レベル3にしておけばチップを3枚持っているプレイヤーを倒してレベルマックスになるし、4になればアルティメットを1回解放して後半最低限戦える。さて早くもこの辺の資格はもういないな。あとはプレイヤーっぽい気配だらけだ。お、こんなところにリゾットタイプが残ってた。アプデモにリゾットタイプの資格が攻撃しているところを初めて見たけど、やはり滅多に攻撃しないし足音も小さいので見つかりづらい。
おかげでプレイヤーだらけのマッチだというのに早くもチップを確保できた。これは大きい。さてシールドも満タンだしかなり順調だな。おっと下から奥安が登ってくる。待ち伏せをかましてチップを奪えたらさらに美味しい。気づいとってやる。おお、そこだな。無駄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 。6発命中。しかしやっぱ奥安硬いな。奥安が体力シールドマックスだった場合ジョルノでは倒すのに9発もかかる。だがかなり削ったしチップも欲しいので追撃しない手はない。ここで仕留めるぞ。あんたを逃がすことはできない。その点に関しては僕は必死だ。逃がすか。今の追撃は迂闊だったな。くっそ、覚悟しろ。無駄。建物に逃げ込んだ時点でこうやって待ち伏せするべきだった。というかチップ1枚かよ。俺はお前に近づかない。逃がさない。近距離パワー型だ。ええ、それさえ分かれば。じゃあ分かんない。ダメ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 。奥安には反撃をもらってしまったが結果的には厄介なキャラを二人倒せたしレベルマックスにもなれた。周囲の安全も確保できたし結果オーライだな。このまま後半戦に行こう。さて残り7人。下にはナランチャにリゾット。あとはまたディアボロが複数残っている感じか。ここは安全エリア外なので早いところ移動しなくてはな。黒い邪魔だ。無駄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 。よし下のプレイヤーがこちらを意識する前に降りよう。そして飛び降り損ねたディアボロの着地を狙わせてもらう。気の毒だけど。やめろ。嫌です。もう一度よく考えろ。嫌です。無駄。メタリカ。しかしまだまだ残りはいる。そこだな。無駄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 。ナランチャがメタリカの侵入を食らい、リゾット一人に大ダメージ。ナランチャはもう倒れたし今殴ったリゾットももう長くは持たんだろう。さてしかしディアボロがまだ二人残っているので安心はできない。リゾットの攻撃を完全にしのげるわけではないがここはなんとかもう少しエリアが狭くなるまで粘る。剣撃クレムゾン。ディアボロがディメンションを使ったか。しかしレクイエムはギリギリに使う。何？生き残るのはこの世の真実だけだ。ディアボロが倒れて残り4人か。ディアボロ以外の2人は姿が見えんからリゾットかな。これだけエリアが狭くなればリゾットはもう私に集中できない。もっと何かが生まれそうだ。キングクレムゾン。よく考えればディメンション中ディアボロは攻撃できないのでオーバーブローを使うだけでも向こうはかなり奇襲を狙いにくくなる。よしレクイエムを温存しながらディメンションをしのいだぞ。この便器に吐き出されたタンカスどもが。一人では死なねえ。メタリカ。よくもこんな。ボルトエクスペリエンスレクイエム。ダメ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 ダ